はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、建本法華宗京都明満寺の日蓮降誕800年計算法要で、日蓮真筆の天目地蔵本尊が法華されたということがありまして、これについてですね、検証をしてみたいと思います。はい、久しぶりにですね、この伝統仏教 について、検証するわけでございますが、まずですね、建本法華宗総本山妙満寺という名前のですね、YouTube 公式チャンネルがありまして、その中の動画の一つですね、宗祖日蓮大聖人御降誕800年計算大法要第1座で、括弧して月宗祖ご親戚ご本尊開眼法要という名前のですね、動画がアップロードされてるんですよ。はい。で、この動画の中に、日蓮真筆のですね、文永11年6月の天目地蔵本尊が映ってるんですよね。はい。で、当仏教神学研究会ではですね、この動画のサイトでですね、日蓮真筆の曼荼羅本尊についての検証してきております。はい。はい、で、この文永11年6月の天目地蔵本尊というのは、日蓮、真筆御本尊集に載っている本尊でございまして、この第11番ですね、京都明満寺というふうに出てます。はい。この曼荼羅本尊がその法要で法華されたということでございます。はい。ちょうどこの文永の本尊なんで、日蓮とこの顔がですね、左右に分かれて、その書いてあるわけですね。はい。まあ、これが文永の本尊の特色でございます。はい。で、まあ、時系列的に見ますとですね、日蓮が最初にその入ったその曼荼羅本尊とされています、文永10年7月8日の佐渡試験の本尊というのがあるわけですが、それの約1ヶ月後ですね、に日蓮が図形した曼荼羅ですね。はい。天目地蔵本尊というふうに言いますね。はい。で、日蓮、真筆御本尊集の第11番に載ってます。で、現在、京都明満寺。これは建本法華宗の総本山でございます。はい。で、ここの 公式ウェブサイト、YouTube 公式チャンネルでこれが映っているということで、この建本法華宗総本山妙満寺の YouTube 公式チャンネルについてはですね、この下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければと思います。はい。その中の動画の一つですね、この動画、宗祖日蓮大聖人御降誕800年計算大法要第1座の動画の56分57秒のあたりから59分17秒のあたりにまでですね、これ、この日蓮真筆文永11年6月の天目地蔵本尊が映っているということでございます。はい。それで、この映 ってる箇所をですね、ちらっとですね、お見せしたいというふうに思います。はい。これがですね、京都明満寺の公式 YouTube チャンネルですね。はい。それの動画の、宗祖日蓮大聖人御降誕800年計算大法要第1座の 動画でございます。はい。この中央のところにですね、ここに曼荼羅が法華されてますね。まあ、かなりすすけております。はい。で、ここに、宗祖日蓮大聖人ご親戚天目聖人寿養大曼荼羅御本尊というふうに大きい 書いてございますね。はい。こちらの動画でございます。はい。こちらもですね、建本法華宗総本山妙満寺の YouTube 公式チャンネルに載っているこの動画で、日蓮真筆天目地蔵本尊が映ってるわけですが、この動画にですね、その開眼 という言葉を使ってるんですよね。はい。宗祖ご親戚ご本尊開眼法要っていうふうに、ね、載ってるんですよ。で、この開眼という言葉の意味なんですが、このデジタル国語辞典によれば、まあ、2つ意味が載ってて、1番が
新作の仏像、仏画を供養し、眼を転じて魂を迎え入れること、またその儀式、だから大仏開眼とか開眼供養とかっていうふうに、まあ普通は仏教では言ってますね。はい。2番目が真理を悟ること、特に技術芸能の道で真髄を悟り、極致を極めること、またコツを会得すること、開眼というふうに言うんですね。演技に開眼するという まあこういうふうな使い方をしますけれども、この天目地蔵本尊については、新作の仏像でも曼荼羅でもないわけですよね。はい。で、まあ、この意味なんですが、まあ、一に非常に近い意味で使ってるんですけども、まあ、この天目地蔵本尊っていうのはですね、普段からそのお寺の、こちらの場所にですね、奉献されてるわけじゃなくて、普段はその宝蔵とか倉庫の中にしまってるわけなんですよね。はい。普段、奉献した時は、開眼してですね、それで、曼荼羅を巻いて、その宝蔵に、しまう時はですね、閉眼するんですよ。閉眼っていうのは、こうやって、この閉じるっていう字を書くんですね。この閉眼。はい。閉眼法要をするんですよ。で、その倉庫にしまうと。で、倉庫から出して、また、今回みたいに、その法要で奉献するときは、開眼すると。まあ、こういう意味で使っているわけで、特に、その、新作の仏像とか曼荼羅でなくてもですね、開眼とか閉眼って言葉を使うんですよね。はい。で、今回はこちらの意味で使っているというふうに思われるわけでございます。はい。そしてですね、この建本法華宗の総本山京都明満寺、宗祖日蓮大聖人御降誕800年計算大法要の動画っては何本か上がってるんですけれども、まあ私も見させていただいたんですが、この法要の内容をこう見させていただいたとですね、日蓮宗の法要の内容に非常によく似てますよね。はい。まあ、建本法華宗って一時期、っていうか、その太平洋戦争の最中は日蓮宗と合同してたんですね。で、まあ、戦後、まあ、日蓮宗から独立したんですが、前に 建本法華宗だったお寺が全部独立したんじゃなくて、日蓮宗に残ってるお寺も結構あるんですよね。はい。で、まあ、この法要が、その YouTube のチャンネルで公開されるっていうのは、私自身は非常に歓迎してるんですよ。はい。で、まあ、我々、ウォッチャーの立場からするとですね、なかなかね、その法要の日に合わせて、そのお寺に行くっていうことがですね、なかなかできないんですよね。はい。それで、まあ、こういう、まあ、明満寺も私も行ったことあるんですけれども、その、まあ、別にその法要の日じゃなかったわけで、まあ、こうやって YouTube でですね、の公式チャンネルで、こういう法要の動画が流れるのは非常に私は歓迎をしてます。はい。そのこと自体はですね。はい。でですね、じゃあ、その建本法華宗っていうのはどういう 宗派かっていうとですね、建本法華宗っていうのは、まあ、日蓮を宗祖とする宗派で、開祖は、この日重という人なんですね。この日重という人は、1314年から1392年ぐらいの人で、まあ、大石寺の発祖で言うとですね、だいたい6世日次ぐらいの人なんですよ。はい。だから、9世、大石寺9世日重もちょっと前ぐらいの人ですね。はい。で、この人が説いた教義はですね、共感僧正直受日蓮ということを説いたんですよね。まあ、この日重っていう人は、その日蓮とは直接知遇してないわけですよね。でも、その自分の正当性を言うためにですね、まあ、日蓮からその共感 そのお経とかですね、遺文をその読んで、そうやって僧正したんだと。いうことを言ったわけですね。まあ、共感僧正直受日蓮というなことを説きまして、で、どの門類にも属さない、独立した宗派を設立したという、まあ、日蓮系ではですね、まあ、十門というふうに、日十門流というような言い方をしておりますね。で、どういう教義かというと、本尊は大曼荼羅本尊でありまして、本仏は釈迦、
ですね。はい。釈迦仏が本仏であるという教義でございます。釈迦本仏論ですね。で、さらに、まあ、日蓮系ではですね、まあ、その、法華経のその一致派と、その、壮烈派、まあ、俗に言うその、本尺一致派と本尺壮烈派に大きく分かれるんですけれども、この憲法法華宗は、その、本尺壮烈派に分類されます。で、壮烈派もですね、まあ、一応ではなくて、日蓮本仏、を唱える壮烈派と釈迦本仏を唱える壮烈派があるわけでありまして、まあ日蓮本仏とする壮烈派はですね、まあ日蓮宗主とあと富士門流の保田妙本寺、それから西山本門寺がそうですね。それから釈迦本仏を唱える壮烈派としてはこの日中門流、それから日流門流、日流、法華宗本門流ですね。それから日清門流、これは法華宗新門流、それから日人門流というのは法華宗人門流ですね。あと日蓮宗主系以外の日光門流がそれに該当します。はい。それとですね、もう一つこの動画にちょっと着目点があるんですけれども、このね、中宗日蓮大聖人御後誕800年慶山大法要のこの第一座の動画なんですけれども、この動画にですね、なんと広告がついてます。はい。で、この憲法法華宗総本山京都明満寺の公式 YouTube チャンネルはですね、まあチャンネル登録者が103人ですから、まあこの YPP、まあ、YouTube パートナープログラムっていうふうに言うんですけれども、こちらの収益化の基準を満たしてないんですよ。はい。これ、収益化の基準っていうのは、チャンネル登録者1000人以上で、年間の総再生時間が4000時間以上だということは前々から申してますね。で、その基準を満たしてないんですけれども、この動画には広告がついてるんですよ。で、これはですね、昨年、YouTube の規約が改正になってですね、その YPP の収益化基準を満たしていない動画でも、YouTube 側から広告をつける場合がありますというふうに変わったんですよね。で、まずその運用がアメリカでやってですね、次、アメリカのでどういうふうになるかという様子を見て、それで、今年からですね、日本でも運用されるようになったということで、まあ、YPP の収益化基準を満たしていない動画でも広告がついてると。そういう動画があるということで、そのうちの動画がですね、この、日蓮大聖人御後誕800年、慶山大法要。これなんですよね。はい。ただし、この、憲法法華宗総本山明満寺の YouTube 公式チャンネルの動画すべてに広告がついてるんじゃなくて、この動画一本だけに広告がついてますね。一つだけです。で、まあ、この YPP 未加入、その広告収益化の基準を満たしていない動画で広告がついても、要するにその収益化の基準は満たしていないわけですから、広告収益は入らないですよ。で、広告収益をもらうには、やはりそのチャンネル登録者1000人、総再生時間、年間4000時間以上の条件を満たして、その収益化審査に合格しないとダメなんですよね。はい。ということで、この、まあ、明満寺のこの動画に関しては、もう、収益化の基準を満たしてないけれども、YouTube の側からその、広告をつけたという、そういう動画なんですよね。だから、まあ、これはですね、すべての動画にそういうふうになってないわけで、まあ、この動画はですね、まあ、その YouTube の側から、その YPP の収益化基準を満たしてなくても動画をつけてるってことは、まあ、YouTube の評価が高いんじゃないですかね。低かったらそういう動画、広告はつかないと思いますんでね。まあ、かなり、その、評価が高いというふうな評価を得てるんじゃないかなというふうに思いますね。
はい。というところで、今回はですね、憲法法華宗の総本山妙満寺の日蓮降誕800年法要で、その日蓮真筆の天目十本尊が法華されたということで、そちらの検証をですね、した次第でございました。はい、ご覧になられました皆様、どのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。